第7代ダービー伯爵ジェームズ・スタンリーは、イングランドの貴族、政治家、軍人。新教徒革命では一貫して、王党派に属して、西部を中心に議会派と戦ったが、敗れて処刑された。父は、第6代ダービー伯爵ウィリアム・スタンリー、母は、オックスフォード伯爵、エドワード・ドビアーの娘エリザベス。父方の祖母マーガレット・クリフォードは、イングランド王ヘンリー7世のひ子で、マーガレットを通して王家とつながっていた。ケンブリッジ大学聖職者、ジョージ・マリとオックスフォード大学聖職者、チャールズ・ハールが、家庭教師について教育を受け、敬虔なイングランド国教会信者となる。ヨーロッパ大陸へグランドツアーに出たが、フランスにもイタリアにも興味を惹かれるものはなかったという。1625年にはリバプール選挙区から庶民委員議員に選出される。同年10月にリバプール市長にも就任。翌1626年にはチャールズ1世からバス勲章子を受勲。また父と共同でチェシャー知事とランカシャー知事に任命された。父は隠居したため事実上単独でチェシャー・ランカシャーをまとめ上げる立場であった。1627年にマントーの領主に任命された。翌1628年にストレンジ男爵に叙せられ貴族院議員に列した。北ウェールズ総督にも任じられ、イングランド北西部に強い影響力を及ぼした。妄執的な国王チャールズ1世からは王室と遠縁にあたる人物として、王位簒奪を狙っていると警戒されていた。王の敵意を感じて、うんざりした彼は、間もなく、宮廷から遠ざかり、レイサム・ノーズリーの荘園で暮らすようになった。しかし知事という立場へ、チャールズ一世の命令通り働くしかなく、激しい批判にさらされていた、チャールズ一世の重税と徴兵の政策を、チェシャー・ランカシャーにおいて実行した。1642年に第一次イングランド内戦が勃発するとチャールズ一世への忠誠心から王党派へ参加、同年に死んだ父のダービー伯爵を継承して北西部の軍勢を動員、ランカシャーを中心に議会派と都市争奪戦を繰り広げた。6月、まずはプレストンでチャールズ一世への忠誠を呼びかけ武器を押収、続いて7月15日にマンチェスターを訪問したが、議会派市民に発砲され退却した。チェシャー・ランカシャーを王党派兵士の削減地にする目的でチャールズ一世にランカシャー南部の都市ウォリントンでの旗揚げを進め、9月に王党派と合流すべくマンチェスターを包囲したが、いずれも失敗、初期の目的は果たせなかった。翌1643年からはチャールズ一世の命令で北西部に泊まりランカシャーの中心都市、ウォリントン・ウィガン、プレストン・ランカスターとそれらをつなぐ南北の幹線道路をめぐって、議会派と一進一退の攻防戦を繰り広げた。プレストンとランカスターは議会派に奪われ、対するダービー伯はプレストンを奪還し一時プレストンを根拠地としたが、4月のオーリーの戦いで議会派に敗北するとプレストンを奪われ、他の都市も道路を含めすべて議会派に落とされ、ランカシャーは議会派に制圧された。戦況不利となり王妃ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランスに救援を求めヨークへ移動したが、議会派の軍人トーマス・フェアファクスがウェイクフィールドを落としたため救援も不可能となり、6月にマン島へ逃れた。王家への忠誠心は揺るぎなかったが、ランカシャーで議会派と戦っていた間、都市への略奪と強引な徴兵が、市民の反感を会議会派へ転向させる、偶然漂着したスペイン船を焼き打ちするなど粗暴で問題の多い行動を繰り返したの王党派の顰蹙を買った。ダービー伯もチャールズ一世に王党派が自分を中傷していることを抗議している。マン島では議会派の代官を罷免して自ら島の行政に携わり、軍備を整えイングランド復帰を目論み8ヶ月待機した。その間レイサムに残った妻シャーロットは議会派の包囲に耐え抜いた。1644年2月に本土へ戻りカンバーランド港ルパートに救援を要請、ルパートの援軍と合流してレイサムの包囲を解除させ、ボルトン・リバプールを奪取して、チェシャー・ランカシャーを平定した。だが、ヨークへ北上したルパートが、マーストン・ムーアの戦いで大敗すると議会派が、ランカシャーになだれ込んだため、窮地に立たされ再びマン島へ逃亡した。議会派からは何度も和睦の話を持ちかけられたが、いずれも拒否して、王党派に泊まり、マン島で読書と執筆に明け暮れた。また島は、王党派の避難場所と化し、ディグビー男爵、ジョージ・ディグビーが1645年に、マーマデューク・ラングデールが1645年と1649年に、この島を訪れている。やがて1649年に、チャールズ一世が処刑され、イングランド共和国が成立すると、大陸へ亡命していた、チャールズ王太子の支持を表明して1650年に、ガーター勲章を、受勲。1651年8月にスコットランドへ渡ったチャールズと合流し、第三次イングランド内戦にも王党派に加勢した。ランカシャーで兵を集めようとしたが、協力を得られなかった上議会派の遠征軍と衝突して敗北、スコットランドから南下したチャールズの下へ逃れたが、9月のウスターの戦いでもオリバー・クロムウェルが率いる議会派遠征軍の本隊に大敗した。戦後チャールズを大陸へ逃がした後に自分も北へ逃亡したが力尽きて降伏、10月にボルトンで処刑された。44歳だった。マン島に逃れていたシャーロットは処刑の情報を受け取ると議会派に降伏、マン島から退去した。息子のチャールズ・スタンリーは共和国商人と引き換えにノーズリーへ戻り、1660年の王政復古で立場を回復したが、内戦で他人に購入、没収された土地は取り戻せず、スタンリー家は王家の忠誠にもかかわらず、報われることはなかった。1626年、ドゥアール公、クロード・ド・ラ・トレモイユの娘シャーロットと結婚、9人の子を設けた。チャールズ・シャーロット国子ヘンリエッタ・ストラフォード伯爵、ウィリアム・ウェントワースと結婚。メアリー・アソル公爵ジョン・マレーと結婚、エドワード・ウィリアム・キャサリン・ドーチェスター公ヘンリー、ピエール・ポントと結婚 ABC ランディ、ダリル、ジェームズ・スタンリー、セブンス・アール・オブ・ダービー、thepeerage.com。2014年5月21日閲覧。海保、P85。バグリー、P155、P156。ABCDE バグリー。P156、AB バグリー、P157、バグリー、P158、P159、バグリー、P159、P161、バグリー、P163、P166、ウェッジウッド、P98、P99、P110、P119、バグリー、P166、P169、ウェッジウッド、P147、P168、P175、P176、P184、P185。バグリー、P169、P173。海保、P130、P131。ウェッジウッド、P300、P301。バグリー、P173、P181。ウェッジウッド、P330、P352、P525。バグリー、P181、P186。バグリー、P186、P202。ありがとうございます。